皆さんこんにちは、 JFAP のさやです。今年度私たち JFAP が初めての作業に挑戦していきます。私は福島県福島市に来ています。今回は小菊の収穫と共生を体験していきます。今回作業を教えていただくのは福島市在住の斉藤敦さんです。こんにちは。こんにちは、斉藤です。よろしくお願いします。では早速ですが、小菊の収穫の仕方について教えてください。はい、じゃあ、まずですが、使う道具が、これが花の台車って言います、これにまずこういうお座をね、使うんですけど、これを敷いた上でこの上に菊を乗せるっていう形なんですね。こうまずこう乗っけてもらって、このハサミがあります。これでつまんでもらいます。こんな感じですかね。で、切ったやつをここにどんどん乗せていきます。で、その時に、収穫の時に使う、花を切る道具ですね、これがこういう花切り釜、これを使って収穫します。切る時のポイントとしては、花の長さがこの釜よりも短くならないように、これが大体これからやる長さを調節する長さだと思って、やってもらえるとちょうどいい長さになると思います。切る目安としては、もう色のついているもの、そういうものを切ってもらえればいいと思います。まず切れるなと思ったものをこう1本こう左手で持ってもらって、で、こっち右手で釜を持ってもらって、元にこうつけてもらいます。斜めにね、そしてまっすぐこう横にやっても釜って切れないので、斜めにこうで引いてもらうと、こういうふうに簡単に切れます。なるほど、やってみてください。色がついてて長いもの、これ大丈夫ですか？大丈夫です。持ってこの辺でいいんですか？で、斜めに引く。あ、すごい、思ったより力がいります。これはね、ここに置いて、これ、これそうですね、これいいですか？どれだろう、これ、どれだろう。あ、これですか？はい、で、斜めで、取れました。すいません。すごい。で、これも大丈夫ですね。これも大丈夫です。楽しくなってきました。どんどん切れるようになるとね、これかな、楽しいですね。これは、あ、すごい、ちょっと見えないかも。これ合ってんのかな、これ合ってんのかな。これ大丈夫ですか？大丈夫ですよね、これっぽいんだけど、取れました。その時に、わからないかな、どこかなと思った時に、ポイントとして、こう、この釜で、枝を叩いてみるんです。なるほど。この左手に伝わってくるんです。なるほど。で、分からない時はそうやって叩いて、左手に感じたものをこう切ってもらうと、なるほど、直接見るより早いですね。そうですね、確かに。これかな、これかな、これ合ってますか、これ合ってるのかな。違う、はい、あ、こっちですか？そっちですね。はい、難しいな。よいしょ。大丈夫ですか。じゃあ、そろそろいっぱいになったので、これをまとめてみましょう。はい、じゃ
じゃあこれをいっぱいになったので、はい、まずこの、はい、ハサミを取ってもらって、はい、ここに挟んでください、はい、そしたら小座でこう、はい、くるみます、で縄をこう引っ張ってもらって、うん、そっちも引っ張ってもらって、はい、そしたらあと普通にこう結んでもらって、強めに強めに、はいはい、あとリボン結び、あとリボン結び、はい、はい、よいしょ、はいはい、そして、これをこう上げてもらうと、はい、これで一つの収穫の大きさになるので、すごいですね、はい、すごいです。あとこれを担いで車に乗せて、あと作業場に行って、長さ調整する形になります。 ありがとうございます。すごいです、量が、はい、じゃあちょっとこれ担いでみます。無理です、重いです、本当に。いや、こちら本当に広いんですけど、どれぐらいこの御座は取るんですか？今の時期だと、50から60御座は取りますね。大変ですね、ちょっと、すごいです、本当にこの大きさだからちょっと皆さん想像つかないかもしれないけど本当にすごいです。暑いし大変です、本当にこんなの50個もすごいです、本当に。ではこちらが今私が収穫してきた小菊になります。これはこれからどのようにするんですか？これから、ここで長さを調整して、うん、その後重量ごとに落としていきます。はい、で今からあの見本見せますので、はい、見ててください。はい、お願いします。ここに頭をここに合わせます。で75センチに合わせていますので、ここに合わせてもらって、ポンとこう、ここのラインに、縦のラインに合わせてもらって落としてもらうと、うん、勝手に流れますので、ここにこう、こんな感じで合わせて、落としてあとこうだんだん落ちていくと思うんで、じゃあとりあえずやってみてください。一本ずつですね。はい、一本ずつ、一本ずつ合わせて頭を揃えて、はい、頭を揃えて、あー、難しい、意外と、うん、ここのラインに沿うような、向こうのラインに頭をつけるような感じで、こう、難しいです。ね、はい、じゃあ次腰にしてもらって、はい、じゃあ今長さを調整してもらったものを、うん、段階で落ちていったので、これを次の段階に運んでいきます。はい、でここにあるものを、はい、とりあえず持っていってもらっていいですか？はい、こちらに、はい、じゃあ移動します。はい、いいよ、いいよ、いいよ、はい、大体、はい、ここに行ってもらって、はい、これが出荷用の御座です。これに今やってもらったものをここに置いてもらいます、はい、で余ったらこれをこういう風に全部くるんで、そしてJA に出荷するという形にします。はい、はい、そこまでですね。はい、はい、でこれ足元がバラバラなので、これを
足元を揃えるような形で何本かまとめて、こういう風に足元を揃えます。はい、これまとめてやってみます。ちょっと難しい。トントンしまうと足元が揃います。ちょっと難しい。難しいですよね。揃ってますか、これ。もうちょっと揃いますか、うん、緩く持ってもらってポンポンとかかるとこう元が揃う。はい、これもちょっと難しい。はい、大丈夫ですか、ね。はい、そしたら、はい、今度これをまとめてもらってここに移動しましょう。はい、重い。こんな感じで大丈夫ですか。はい、はい、そしたら、本当はもっとこう山盛りなんですけど、はい、とりあえずこれを出荷状態にさせるのにこうこんな感じでやってもらいます。でこのフックがあるので、このフックをライン状に引っ掛けてもらっていいですか。ブスって刺してもらって大丈夫です。はい、お真ん中も、そして最後に足元に風が入らないようにこういう巾着袋あるんですね。これを足元にこう入れてあげる。そしてこっちの紐をギュッて引っ張ってもらっていいですか。一緒に、せーの。はい、はい、でここでギュッと縛ってもらって、この状態で農協に持っていきます。ではここから矯正作業に入ります。いきます。ジーハップ。じゃあ矯正場に来ました。これから小菊の選別作業していきます。今こちら選別作業したものですが、重さでそれぞれ落ちていくようになってます。今こちらが重さで分かれたのが機械で縛られて、すごいですね。でこちらに積んで、この後ここから取って箱詰め作業になります。 3本ぐらい、3ふざ。はい、でこれは置いていいんですか。あ、いいですか。こんな感じで揃えていく、置きます。じゃこれ揃えたものを交互に置いて、こっちから、こっちから、じゃこれをそのまま箱に入れます。はい、あとこちらも一緒に入れます。はい、はい、できました。じゃあこの箱を流します。はい、重い。こんな感じで流します。流れてきたの、流れてきたの。はいはいはい、こう手で押さえてやって、で流してこうと、まあ、いいですか。そのままで、え、はい、うわーすごい。もう一回ここ、はい、わー、あとは運ぶ。あー、こんな感じでやってます。これいいですか、このまま。はい、ありがとうございます。もう一個貼って、ありがとうございます。こんな感じで箱詰めをしていきます。大変、よいしょ。で、この辺で、はい、おー、はい、はい、こんな感じです。はい、今回は小菊の矯正を体験しました。朝から農家さんが
こう一生懸命刈って束ねて、で皆さんでこのように共生をして、で最終的にこのように放送されて、あと全国の方に届くということで、すごい一連の流れが大変だなと思いました。皆さんも福島の綺麗なお花楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。